前の順でソンジですね8月26日ユニクロとホワイトマウンテニアリングのコラボね発表されたのでこちらご紹介していきたいと思います。すごいね、これ知らなかったんですけどホワイトマウンテニアリング結構アウトドア系のブランドなんよね。でこう名前の通り雪山でも大丈夫そうなアウトドア系のアウターとかもね発売してるみたいなんですけどね。でコレクションね一部公開されてるんで後ほどねご紹介したいと思っております。 2021年の秋冬のコラボレーション、なんかいろいろとね、今年もコラボありそうだよね。ジルサンダーとかもあるんだろうし、ジェイダブランダソンとかもあるかもしれないし、目指したのは世代人種ジェンダーを超えたあらゆる人の共通言語となるアウター。あの言葉とか音楽の共通言語じゃなくて、 服がまあ共通言語となるように、絆となるように作ってるということなのかな。ユニクロがホワイトマウンテニアリングと共に提案するライフウェア。このホワイトマウンテニアリングって日本人の方がデザイナーのね、相沢洋介さんが2006年に設立、もう16年ぐらい経つってことかな。 服を着るフィールドは全てアウトドアコンセプトにデザイン実用性技術の溝の一つの形で高い評価を獲得しています。まずインタビューチェック、ボボン。もう雪山やね。ここはどうもスイスみたいね。デザイナーの相沢さんがさ、スノボをするみたいなよね。だから実際にスイス行ってこれ写真撮ったみたいですけど、すごいね。で、今回考えたのが 循環ということ。SDGsとかさ、サステナブルということで、ユニクロもすごい力入れてるじゃないですか。着なくなった服を回収して再利用。まあそういうことも考えているということですよね。スイスのツェルマットに過去3度訪れたことある 360度 見渡す光景も、雪山を眺めながら、日本の富士山よりも高いところからスノーボードで一気に滑り降りていくってことをしてると。で、ホワイトマウンテニアリングってどういうブランドなのか、ちょっと公式サイトで、ね、チェックしてみましょう。こちらババン。こちらがホームページなんですけど、まず、 今年の秋冬コレクションどんなのかチェックしてみましょう。ババン。めちゃくちゃかっこいいんだよね、これ。茶色の、これアウターかな。めちゃかっこよくない？多分これ10万前後するんちゃうみたいな感じですけど。雪山で撮影してますよね。寒いところでも大丈夫っていうことかな。で、他のやつとかもチェック。ダウンかな、これ。靴もめっちゃかっこいい。靴はまた別のブランドなんかもあったんだけど。こういう茶色系のチェック系の服もあるし、黒色のやつとかもあるし、これミリタリーのやつが、 めちゃくちゃかっこいいよね、デザインね。秀逸って感じ。すごい高そうだよね。デザインめっちゃかっこいいから、それなりにめちゃくちゃ高そうだよね。レディースもね、もちろんありますけど、今回のコラボはですね、メンズとレディースとキッズということで、まあ家族の絆ですよね。パパが着ているやつの色違いをママが着ようだとか、 似たようなやつを子供が着るだとか、そういうことで、会話が生まれたらいいよね、ということでね。ファミリー向けに今回は展開するみたいですけどね、発売が秋となっております。と、かっこいいね。シンプルなこういうモード系のね、服とかもあるけど、ディテールこってるよね。めっちゃかっこいいんだけど。これめちゃくちゃポケットいっぱいだよね。アウトドアっぽい感じだよね。いいね。 実用的でもあるし、デザインもかっこいいし。で、レディースこちらですね。茶色系のこういうコートとかもあるし。すごいおしゃれなんですけど、いいね。ミリタリー系が個人的にめっちゃ好きで、アウトドア系が好きで、めちゃくちゃツボなんですけど、これはめっちゃいいよね。で、コラボしたやつもね、結構いいんですよね。多分、お手頃価格で買えるんちゃうかな。値段とかまだ明らかにはなっていないですけどね。 オンラインショップでちょっと相場見ておきましょうか。これミッキーとコラボしたのかな。アウターこちらですね、5万円ぐらい。これかっこいい。これで5万円ぐらい。そこまでバチバチ高いってことではないかな。これでも2万5千円、手が届きますわなと。デザインもいけてるし、アウトドアにも良さそうなやつとか、 ちょっと高めのやつとかもあるけどね。このアウターとかだったら、ゴアテックスになって、10万円するから、なかなかな値段ですよね。はい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 。ちなみに秋冬だけやなくて、春夏のね、コレクションとかもね、展開してて、それはそれでめちゃかっこいいんですよね。柄シャツとかもあるし。いいね。めちゃかっこいいね。 ということでですね、今回ですね、コラボした商品、ちょっと見ていきましょうか。どんなのか。二つだけね、公開されてまして、まず一点目こちら。これ、相沢さんが実際に着てるんですけど、このウルトラライトダウンオーバーサイズジャケット。これが今回コラボのやつ、今週秋に発売予定ということなんですけど、アップで見ていきましょう。まず、これスニーカーに、 スラックスかな？で、シャツ。このスタンドカラーの今流行りのスタンドカラーに
襟なしのこういうダウンジャケット着てはるということで、オーバーサイズ目でゆったりしててかなり着やすそうですね。で、ウェーブキルトになってるということで、なんかユニクロっぽさもちょっとあるけど、なんかおしゃれな感じにしはってる。ホワイトマウントニアリングらしさもちょっと入ってるのかな。シンプルっちゃシンプルですよね。で、ボタンでポチポチポチと締めるタイプ。ジッパーはないのかな、これな。シンプルな感じだから、これもしかしたら価格5000円前後かな、コラボだしもうちょい高い1万円前後するんじゃろうか。このめちゃくちゃおしゃれな場所なんですけど、なんか大学みたいなんですよね。自身の多摩美術大学の八王子キャンパスの図書館にて、図書館めっちゃおしゃれやね。さすがですな、美術大学だもんな。で、もう一点でですね、商品が公開されております。それがこちらですね。ババーン、ハイブリッドダウンオーバーサイズパーカーということで、これどうもハイブリッドダウンになっていると。どういうことかというと、ダウンそして綿を使っているということでね。なんかユニクロでもそういうの発売してるじゃないですか。一部分あったかいダウン、お腹の部分とかはダウンなんだけど、横だとかはあの綿を使っているということなんだけど、でこのデザインもいい感じよね。もうちょいアップで見てみる。で、各ポケットがついていると、フロントにね、デン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 4つかな。で、ここにもポケットあるのかな。ジッパー下げてみたいな感じ。襟も結構高めな感じかな。しっかりとしたフードだよね。枕っぽい感じ、ボリュームあるね。袖のところはマジックテープかなんかで調節できそう。ボタンかもしれないけどね。シンプルでかっこいいな。これカラー展開はなんでしょうね。黒色、そして茶色とか2色展開かもしれないですよね。ユニクロのインラインでここまでね、かっこいいのってないんちゃうかな。やっぱりコラボレーションだからこそできる感じなのかな。ユニクロの得意のそのヒートテックだとかさ、ハイブリッドダウンだとか、そういう生地とかあったかさとか機能面にこだわったもの、プラスデザインですよね。ホワイトマウンテニアリングのデザインが加わったコラボということで、これは楽しみですわな。スペシャルウェブサイト見てみると、まだですね、商品とか載っていないんですよね。カミングスーンということで、まあ、今後順次ね、商品とかがこちらに掲載されていくんかなと。アウターだけじゃなくて、ズボンだとかインナーとかももしかしたら発売するかもしれないですよね。2021の秋冬コレクション、今後ね、ユニクロのこのホームページどん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 増えてきそうよね。とりあえず今週はイネスのコラボレディースで、2021年9月にユニクロ U の秋冬コレクション、そしてユニクロ&ホワイトマウントニアリングということで、今後かなり楽しみですね。以上、今回はここまでです。またね、続報あればご紹介したいと思います。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。バイバーイ。